皆さんこんにちは、イナズマエデュケーションのひなきキャンです。皆さん、日本人に対して失礼なこと言ってませんか？私はね、前ベトナム人の友達から日本語を教えてくださいと LINE をもらいました。忙しかったので次の日に返事をしたら、もういいです、もういいですと返事が返ってきて、すごくびっくりしました。ごめんなさい、怒った？って返事を返したら、全然怒ってないよ、え、大丈夫だよって、怒ってなかったんですよ。でも、もういいよというのは怒った時に使う日本語なので、こういう場合に使ったらちょっと失礼、なんか態度が悪い人のような感じがします。気をつけてください。他にも、いつ帰るんですか？ひなきさん、ハノイにようこそ。で、いつ帰るんですか？いつ日本に帰るの？これは、早く帰ってほしいのかなって思われてしまって、失礼な感じがしますね。こういう時には、いつまでハノイにいるんですか？短いですね。寂しい。いつまでいるんですか？と質問しましょう。次。は？は？は？何？これも失礼です。は？っていうのは、怒った時とか失礼な態度を感じさせる言葉なので使わないようにしましょう。聞きたい時は、え？何ですか？はい。ん？え？と言いましょう。は？は絶対にダメです。相手を怒らせてしまいますよ。これベトナム人よくやりますよね。これも良くないです。これはね、態度が悪い人って思われますよ。気をつけてください。何か失敗した時とか、日本人はってやるけど、あまり良くないことです。あまりやらないでくださいね。次。ひなきさん、おいくつですか？これもダメです。レディに年齢を聞くのはダメですよ。もし年齢が聞きたかったら、すごく仲良くなってからとか、あと遠回しに聞いてみましょう。何年ですか？とか、あ、うさぎ年ですか？私と同じですね。という感じに。初対面で女性に年齢を聞くのは、とても失礼です。気をつけてください。次。ひなきさん、恋人いるの？恋人は？彼氏いる？これも、初対面では聞かないでください。もっともっと仲良くなってから聞いてください。この質問は、本当に嫌いな人がいます。日本人はね、恋人ができても、友達に言わないとか隠したがる人がいますので、この質問をしたら機嫌が悪くなる人もいるので気をつけましょう。次、いつ結婚するんですか？え、先輩、いつ結婚するんですか？遅くない？とか、これも失礼ですよ。日本人はね、最近は結婚に興味を持っていない人も増えてきて、結婚に関する話題はちょっとつまらないかな、面白くない話かなと思います。
なので、結婚するかどうかは自由です。あまり質問しないようにしましょう。田中さん、男なのに化粧してるの？とか、リマちゃん、女なのに掃除できないの？とか、男なのに、女なのに、というこの発言はね、若い人はね、最近嫌いな人が多いです。今日本では男の子でも化粧したり、女の子でもバリバリ仕事したりしていますので、男なのに、女なのにという質問は嫌われてしまうことがあります。気をつけましょう。次です。お土産をもらったとき、ああこれ私あまり好きじゃないんだよね。あなたにあげる。ああこれ前も食べた。もういらない。もらう？これも実は失礼ですよ。なんかもらった人はゴミを受け取ったような気持ちになります。あげたいときはこれよかったらどうぞ。とだけ言うようにしましょう。次に、言葉じゃなくて日本人に対して失礼な行動も教えたいと思います。風邪をひいているのにマスクをしていないのは日本人は嫌いですよ。他人に迷惑をかける行為なので、風邪をひいているときちょっとでも咳が出るときはマスクをした方がいいと思います。そして何か恋人とか上司から、一緒に食べに行ってご馳走されたときは全部食べるように頑張りましょう。そして待ち合わせをするとき、待ち合わせ時間に遅れないことは大事です。でも早く行き過ぎることは、早く来過ぎることはやめましょう。だいたい5分前、10分前ぐらいがいいですね。前、30分前に来た人がいて、日本人はね、早すぎ、急がなきゃ、なんでこんな早く来たのってすごく焦っちゃって嫌な気持ちになることがありました。日本人はね、人を待たせることが嫌いですので、早く来すぎないようにしましょう。いいですね、皆さん。じゃあ他にも失礼してしまったこととか怒らせてしまったことがあれば、ぜひコメントに書いてください。他にも日本人について知りたいことがあったらコメントで言ってくださいね。また新しいビデオを作ります。じゃあ皆さん、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また会いましょう。じゃあねー。